中山先生が来てくださってるんで、それにまつわる話で、はい、私の友達、親友の話がよく出てくると思うんですけど、彼女に、私が怪談が好きなのを知っているんで、その怖い話の本を貸してって言われたんですね、ある時。で、どれにしようと思って悩んだんですけど、彼女は実際本を読むのがすごく苦手な人で、同じ行を何回も読んじゃうんですって。読むのが下手な人って割と多いらしいんだけど、同じとこ何回も読んじゃうっていう人なんで、どうしようと思って、で、私は新耳袋の角川の、単行本の方を持ってるんで、あれだと大きいじゃないですか。だから、あれだと読みやすいだろうと思って、それを3冊ぐらい、貸したんですね。それで、1週間も経たないうちかな、1週間ぐらい経ってるかな、ね、その時に電話かかってきて、この間借りた本を返すって言うんですよ。で、私が、ずいぶん早いなって、こいつこんなに読むのは早いはずじゃないなと思って、どうしたのって、もうすごい早いね、あれ全部読んだのって言ったら、いや、違うの。ちょっと怖いことがあったから返すっていうわけ。で、何があったのって言ったら、彼女は仕事の打ち合わせでよくその、電話をかけて、商品の注文、花をやってるんで、その花の市場の人に仕事が終わった後、明日のこう花の注文とかをするので、よく電話をかけるその市場の人がいるんですね。で、お互いもう何度も毎日のように話しているんで、割とこう友達同士みたいな感じで、で、うちに帰ってきて夜その、彼のところに電話をかけて、明日の注文の話とかをしてた時に、まあ、一応その仕事の話が終わったんで、向こうが今何してたのみたいなことを聞かれたらしいんですよ。で、彼女はその前、その新耳を読んでたらしいので、で、今ね、私ね、お化けの本を読んでたのって言おうと思って、今ね、私、お化けのって言ったら、プチって電話が切れちゃったんですって。で、まあほら、携帯って電話、ね、電波が悪いときってようやくあるので、まあ別にそんなよく切れることなんてあるじゃないですか。で、あれ、切れちゃったって思ってたら、もう一回、電話がかかってきた。向こうから。ではなんか切れちゃったねって、電波の状態悪いんだねって言って、そうそう。で、今さ、私さ、だから怖い、お化けの話をって言って、お化けのって言ったら、またそこでプチって切れちゃったんですって。で、今度は彼女の方からかけて、で、どうしたのって、今日いつも、いつもお家にいる時に話してて、よく全然一回も切れたことがないと。だから、外にいるのかなんかだと思っていて、で、今外なのって、いつもと違うとこでかけてるのって、いや、うちだよって。で、いつもそんなの切れたことがないと。で、彼女のうちもバリさんで、そんなの切れたことがないと。で、変だねって、変なことがあるねって言って、まあいいやって言って、結局何してたのとか、ああ、そうそうそう、だから今私お化けって言ったら、そこでまたパチって切れた。だからもう怖いから返すっていう。返されました。何かシンクロしてたんですかね。話がありました。プチ会議ですけど、そういうことがありました。プチ会議でも十分だよね、それ。もう実際私、角川から出す前に、一冊だけ別の出版社さんから出てたのがありますよね、中山先生。一番最初、新耳袋って。不走者ですね。はい、あそこから出てたのを私買ったんですよ。なるほど、なるほど。あれを持ってたんで、もう本当にそれこそ実話怪談のエポックメイキングというか、こんなすごい本が出たって思って、あれはもう何回読み返したかわかんないですね。人に貸してどっか行っちゃいましたけど。で、角川さんから新しくシリーズで出たんで、全部あれは揃えてました。ありがとうございます。最初にあれです、新耳袋を出したのは1990年、今が20年前ですよね。はいはいはい、その時はね、誰も怪談なんてやってなかったんですね。怪談文学じゃないと。そうです。だから当時まあ、タレントさんのね、本当にあった怖い話みたいな、そういうもんが、まあ、出てましたけども、それも、まあ、ライターの名前伏せちゃって。そんなんでしたからね。中岡先生の心霊の本とか、あと、はい、ちょっとちゃんと読み応えがあるのは平野今夫さんの怖い話とかがあるぐらい で、ね、あとはみんなこれ死んじゃった人が書いてるけど誰から聞いたのみたいな話があるで、中岡俊也さんもね、割と地名付きで書いてらっしゃるんで、実際僕行ったことあるんですよ。ねえじゃんねえじゃん、そんなもの近所の人聞いてもそんなもんないで答えへんとか言われて、
その地名を書いてしまうのがもう、そこでもう、負けな部分ですね。だから、当時はね、やっぱり地名、だから、新民袋最初に出す時も、まあ、不走者から言われたのは、うんまあ、当初からああいう原稿だったんですよ。名前も伏せて、地名も伏せてたんですけども、うんうん、これじゃあ実話として説得力ないから、名前と地名出してくれって実は言われてたんです。うん、でも、それをやると、ニュースソースの人が話してくれなくなるし、うん、でどこそこの話だったらどこそこの話しかならないんで、これはひょっとしたら、これ、この前友達が言ってたのそれなのかなとか、うん、それうちの近所じゃないみたいなことを思わすところがミソなんでってことで、それが譲られなかったんですよ。あと大阪弁が出るんですけど、これもね、大阪弁はやめてくれって言われたんですけど、いや僕はでも大阪の人から話聞いてるんで、大阪の人は大阪弁喋るでしょうと、うんうん、大阪弁というか関西弁をね、みたいなことで、だからかなりその辺を譲らなかったところで成り立ったんですけどね。でも当時本当にいろいろ制約があったんですね。当時本当に売れてるのか売れてるのか分からなかったんですけどね。ああ、面白かったですよ。スーパーカブの、前にサラリーマンが座ってるんですよ。ありえない。ネクタイ、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 ネクタイ。もう、あれ読んだ時、もう本当に惚れましたもん。惚れてまうやろうって思いましたもん。すごいな、この本と思って。ああいうものは怪談じゃなかったんですよ、当時は。ああ、そうか。怪談って恨みつらみの話だったんですけどね。うん、でもまあ周りにいる人たちは別に恨みつらみもないのに変なもん見ちゃったとか、うん、こんなことあったよとか聞くんでね、うんうんうん、でそれが結構面白かったりするわけが、それは本当にそういう体験を してないと話せないだろうなと、うん、株のね、その前にそのサラリーマンの人が座ってたなんて、そんなことって想像では言えないですよね。バカじゃないのって言われますよね。うん、でもそれを、いや、こう信じてくれやろ、こんなあってんやってのが言われて、え、それどういうことって、それが面白かったね。って書いてらっしゃるんで、実際僕、行ったことあるんですよ。うめえじゃん。ねえじゃん、そんなもの。近所の人に聞いても、そんなもんないで答えへんとか言われて。その地名を書いてしまうのがもう、そこでもう、負けな部分ですね。だから、当時はね、やっぱり地名、だから、新民袋最初に出す時も、まあ、不走者から言われたのは、うん、まあ、当初からああいう原稿だったんですよ。名前も伏せて、地名も伏せてたんですけども、うんうん、これじゃあ実話として説得力ないから、名前と地名出してくれって実は言われてたんです。うん。でも、それをやると、ニュースソースの人が話してくれなくなるし、うん、で、どこそこの話したら、どこそこの話しかならないんで、これは、ひょっとしたら、これ、この前友達が言ってたのそれなのかなとか、うん、それうちの近所じゃないみたいなことを思わすところがミソなんでってことで、それが譲られなかったんですよ。うん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 、あと大阪弁が出るんですけど、これもね、うん、大阪弁はやめてくれって言われたんですけど、いや僕はでも大阪の人から話聞いてるんで、大阪の人は大阪弁喋るでしょうと、うんうん、大阪弁って関西弁をね、うん、みたいなことで、だからかなりその辺を譲らなかったところで成り立ったんですけど ね。あ、はい、あそこから出てたの私買ったんですよ。なるほどなるほど。あれを持ってたんで、もう本当にそれこそ実話怪談のエポックメイキングというか、こんなすごい本が出たって思って、うん、あれはもう何回読み返したか分かんないですね。人に貸してどっか行っちゃいましたけど。で、角川さんから新しくシリーズで出たんで、全部あれは揃えてました。ありがとうございます。最初にあれそう、シミ袋出したのが1990年、今が20年前ですよね。はい、はい。その時はね、誰も怪談なんてやってなかったんですね。うん。怪談文学じゃないと。そうです。だから当時、まあ、タレントさんのね、本当にあった怖い話みたいな、そういうもんが、まあ、出てましたけども、うん、もうそれも、まあ、ライターの名前伏せちゃって。ああ。そんなんでしたからね。そうね。中岡先生の心霊の本とか、はい、あと、ちょっとちゃんと読み応えがあるのは平野今夫さんの怖い話とかがあるぐらい で、ね、あとはみんなこれ死んじゃった人が書いてるけど誰から聞いたのみたいな話があったり。中岡俊也さんもね、割と地名付きで中山先生が来てくださってるんで、それにまつわる話で、はい、私の友達、親友の話がよく出てくると思うんですけど、彼女に私が怪談が好きなのを知っているんで、その怖い話の本を貸してって言われたんですね、ある時。
で、どれにしようと思って悩んだんですけど、彼女は実際本を読むのがすごく苦手な人で、同じ行を何回も読んじゃうんですって。あの、読むのが下手な人って割と多いらしいんだけど、同じとこ何回も読んじゃうっていう人なんで、どうしようと思って、で、私はあの、新耳袋の角川の、単行本の方を持ってるんで、あれだと大きいじゃないですか。だから、あれだと読みやすいだろうと思って、それを3冊ぐらい、貸したんですね。それで、1週間も経たないうちかな、1週間ぐらい経ってるかな、ね、その時に電話かかってきて、この間借りた本を返すって言うんですよ。で、私が、ずいぶん早いなって、こいつこんなに読むのは早いはずじゃないなと思って、でどうしたのって、もうすごい早いね、あれ全部読んだのって言ったら、いや、ちょっと、違うの。ちょっと怖いことがあったから返すっていうわけ。で、何があったのって言ったら、彼女は仕事の打ち合わせでよくその、電話をかけて、商品の注文、花をやってるんで、その花の市場の人に仕事が終わった後、明日のこう花の注文とかをするので、よく電話をかけるその市場の人がいるんですね。で、お互いもう何度も毎日のように話しているんで、割とこう友達同士みたいな感じで、で、うちに帰ってきて夜、その、彼のところに電話をかけて、明日の注文の話とかをしてた時に、まあ、一応その仕事の話が終わったんで、向こうが今何してたのみたいなことを聞かれたらしいんですよ。で、彼女はその前その新耳を読んでたらしいので、で、今ね、私ね、お化けの本を読んでたのって言おうと思って、今ね、私お化けのって言ったらプチって電話が切れちゃったんですって。で、まあほら、携帯って電話ね、電波が悪い時ってようやくあるので、まあ別にそんなよく切れることなんてあるじゃないですか。で、あれ切れちゃったって思ってたら、もう一回あの電話がかかってきた、向こうから。では、なんか切れちゃったねって、電波の状態悪いんだねって言って、そうそう、で、今さ、私さ、だから怖いお化けの話をって言って、お化けのって言ったら、またそこでプチって切れちゃったんですって。で、今度は彼女の方からかけて、で、どうしたのって、今日いつもそのいつもお家にいるときに話してて、よく全然一回も切れたことがないと。だから外にいるのかなんかだと思っていて、で、今外なのって、いつもと違うとこでかけてるのって、いや、うちだよって。で、いつもそんなの切れたことがないと。で、彼女のうちもバリさんで、そんなの切れたことがないと。で、変だねって、変なことがあるねって言って、まあいいやって言って、結局何してたのって言うから、ああ、そうそうそう、だから今私お化けって言ったら、そこでまたパチって切れちゃった。だからもう怖いから返すっていう。返されました。何かシンクロしてたんですかね。話がありました。プチ会議ですけど、そういうことがありました。プチ会議でも十分だよね、それ。もう実際私、角川から出す前に、一冊だけ別の出版社さんから出てたのがありますよね、中山先生。え？一番最初、新耳袋って。不走者です。